リーディア、会えて嬉しいよ。今頃君が訪ねてきてくれるとは思わなかったから、砕けた格好で申し訳ないけど、気にしないでくれるね。ええ、私、忘れ物を取りに来ただけ。待て、花火師。何すんだ、バカ！痛えじゃねえかよ！今の君は、感情が先走って冷静な判断力に欠けている。もっとも、そんなものは最初からないだろう。誰だお前は。ルカは楓。なんだお前は。こいつらの仲間か。2年の桜木花道だ。よーく覚えとけ。ああ、もう忘れた。とっくに返していただいてます。え、いつも通りのお嬢様を見ているだけで私は元気になれますから。本当？本当です。私はずっとそばにいます。ふざけるな。命乞いの一つでもしてみせろ。嫌だ。なんだお前、誰だ。いったー、何すんのさ、いきなり。いきなりはそっちだろうが、人の寝込みを襲いやがって。なわけないでしょ、僕あんたなんか全然興味ないもん。じゃあ今もやだ、話がある。何してんだお前は。お腹空いてたから入るだけ食べ物突っ込んだ。なんだこれ。向こうの世界から持ってきたものよ。まったく何もわからないんだから。まあ、タマホメはこっちの世界の人間だから仕方ないけど。向こうの世界のもの？タマホメ。違う。俺はこんなことをしに来たんじゃない。このような人はないが、私には目的がある。天使様だ。天使様を。反応しきれるか。今まで、これが今の俺にできる唯一の贈り物だ。思い出という名の形のない贈り物だ。俺には金もない。形あるものなんて買い与えてやれない。それでもアウト。誰が化け物だ。ゾンビやスケルトンなんかと一緒にするな。いや、だってなあ、俺は化け物なんかじゃない。ちくしょう、ね、そのバカ。